ははい皆さんこんこにちは今日はですね今サムネイルにもありますように2月23日の金曜日だったと思うんですけれどもめぐみさんのニュース番組「ひるおび」というテレビ番組で素の, AI のことが紹介されましたメインはスノー a i というよりもオープン AI の空動画がとってもクオリティの高いものができるという 情報を共有するために仕掛けられた番組ですけれどもその中で音楽生成 AI ととししてスノのことも紹介されました今画面を切り替えましたように「オープン AI 空リクエスト動画を公開」ということでね文章だけで動画を作成できるまだ荒削りな部分もというふうになってますけれども。 その後ですねちょっとコーナーの部分では少なかったんですけれども僕が今一生懸命になっています音楽生成 AI スノをですねたった数十秒で音楽が作成できるという紹介でした多分これは今の V3 が出る前だったと思いますからさらにさらに便利になっているわけですちょうど約1年ちょっと前ですねチャット GPT が テレビでどん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 放送されるようになりました。そしてそれが2月から4月ぐらいになったらですね、各番組が1、2回はやってるというような状況になってきたので、うちの母親が今も80後半ですけれども、チャット GPT ってなんかテレビで言うてたわ。お前のやっとるやつやな、みたいな それぐらいに使っったことははないいけけれれども名前だけは知ってるそれぐらい有名になったように素の AI で音楽を作るということはこれから当たり前のようになってくると思います。そして難しいことではなくって今回ジャズとかポップスとか一言書くだけで出来上がってくる音楽はプロクオリティのものが出てきます。 V3 になってから音質もすごく良くなりましたし、さらにステレオワイド感もとっても向上したように感じます。そして生成時間も今までの半分ぐらいの時間になりました。もちろんテレビの番組では僕のように音楽の専門家ではありませんので、そんなに詳しくはなかったようですけれども、絶対にもうそういう時代が来ます。 一般の人が楽しむのにはポップスと書いて、もう歌ができればそれをすぐに動画に貼り付けて、インスタとか tiktok に自分で作った音楽。それをひっつけて動画投稿ができたりするわけです。この簡単さというのは僕は何者にも変えがたいと思います。僕のように音楽をプロとしてやってる。人間にとってはもちろんちょっと物足りない。 ということはあるんですけれどももうそんな時代じゃない僕はそんな風に確信していますじゃあお話はさておき僕の YouTube のサイトを見ていただいてスの AI というのを探していただいたらいろんな情報がありますですから今日はさらっとだけおさらいをします初めて聞いてくれる人そういう人にも分かりやすく説明をします じゃあ実践やっていきましょう僕がなれ熱くなっているかというのは僕だけのソフトがあるからですちょっと画面を見ていただきましょうこれはチャット GPT の画面なんですけれども僕が作ったソフトがいっぱい並んでいます今回は皆さんと BGM いわゆる歌のない音楽を作ってみましょうそれには 今一番上にある少し英語で分かりにくいんですけれども SnowAI インストゥルメンタルソングプロンプトメーカーというこれを使って簡単にジャズの BGM を作ってみましょう。ではこれをクリックします。もうここにジャズ・フュージョンで老廃な曲のためのプロンプトを作ってこんなボタンがもうありますのでここを押していただくだけです。 作りたい曲や全体のイメージ、雰囲気、主な使用楽器、このように出ていますが、これに対して何も回答しないででも作れます。でも、これから春になっていきますので、春の曲を作ってほしいとだけ入力してみましょう。春の曲を作って、全部お任せ。このように入れて、送信ボタン、右の矢印のボタンですね。これを押します。はい。このように、 できました真ん中の黒い枠のところに「コピーコード」というのがあります。この「コピーコード」をクリックします。そうしまして「s n o a i の画面に行きたいと思います。ブラウザーで「s n o a i と入力しましてはいこんな画面ができましたら右上の方の「Make a song」というボタンを押します。 初めて使ったりする方は ID の登録なんかが必要な場合がありますので Google のアカウントなんかで登録をすることができますそうしましたら左端に Create というボタンがありますこのようになりましたら先ほどですねコピーしたプロンプトをここに貼り付けますはいここ見たら Jazz Fusion とこういう風になっていますね 先ほどこんな風に作ってほしいなというそれをですね英語に直してこのように命令を作ってくれたわけですスプリングという風になっていますよねそしてピアノやサックスホーンなどというような楽器の名前まで書いてくれています歌のない曲ですのでこれをチェックしましてここでアップデートしたての V3α という最新のプログラムを使って 作ろうと思いますこのオレンジのクリエイトボタンを押します約20秒ぐらいで2つの音楽が出来上がりますちょっと待ってみましょうはい、出来上がりました聞いてみましょう はい、途中で止めましたがリラックスできそうないい音楽ですね。 それではもうやり方は分かりましたのでもう一度クリエイトボタンを押しましょうはい出来上がりましたちょっと聞いていただきます。 ドラムソロ、こんなものままで作ります。2つ目聴いてみましょうはいこんな感じのヒーリング音楽そんな感じでしたね。 このようにボタンを押すたびに音楽が生成されるわけです簡単ですよねただしこのインストールメントモードいわゆるインスト曲を作るためのモードというのは有料課金をしている方その方のみになっています有料課金といっても年払いの場合は月に8ドルですし月々の契約というのは10ドルということになっています月に 1000円ちょっとのお金でこんなに素敵なオリジナルソングができるわけですそしてこれは著作権も関係なくですね有料課金をしている方なら YouTube なんかで BGM に使っても全く著作の問題はありませんあなたが作った曲として発表できるわけです皆さんも是非ともですね音楽に興味のある人はできましたら課金をすればより たくさんの音楽ができますでも無料でやりたい方は毎日50ポイントぐらいのポイントがもらえてその範囲の中で作ることはできますですから23曲というかそのぐらいを作る程度でしたら無料ででも楽しめるわけですまずは無料からでもやってみてください今日は「昼帯」でも紹介されたということもありまして皆さんに もうこれからの音楽の時代がこんなに便利になったそんなようなお話をお伝えしたくて動画を撮ってみましたご視聴ありがとうございましたまったね